2人目のあのパネラーは江川貴明弁護士です。江川貴明弁護士は労災損失保障、訴訟弁護団として裁判の最前線で戦ってくれています。梶原南法律事務所のホームページで調べさせていただくと、ご出身は大阪大学法科大学院を卒業後、司法研修生として、高知に配属されました。それをきっかけに高知が気に入り、そのまま高知に就職されたとプロフィールには書かれていました。スポーツと旅が大好きで、海外旅行一人旅もかなり重ねられたようです。そしたらビキニ、労災訴訟について話していただきます。お願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました弁護士の江川と申します。私、今回ビキニ訴訟の弁護団長を務めております弁護士南と同じ事務所で勤務しておりますので、本日は私の方から現状の裁判の報告とこの裁判の意義について、お話をさせていただきたいと思います。時間としては10分から15分程度を簡単に予定しております。さて失礼いたします。まずですけども、2年前2020年の3月にですね、4名の元船員の方、それと10名の遺族の方が原告となって、2つの裁判を提訴いたしました。1つが船員保険による保証給付、これが認められなかったことに対する不服の訴訟、それともう1つが国に対する損失保障の請求であります。それぞれどういったものを求める裁判かといいますと、1つ目、船員保険の保障については、いわゆる労災保険ですね。船員の方は船に乗っている中でこの水爆実験にあったので、その要はお仕事の中で受けた損害だということで労災として認めてほしいんだということを請求しましたが、それが認められなかったので、それはおかしいじゃないかと、そういう裁判が1つ目の労災の訴訟になります。もう一つの国に対する損失保障はこれ何かと言いますと、シンプルには国に対して金銭、お金を求める裁判でありますが、この損失保障にあたっては、そのスタート地点としたこの日米合意がスタートになっております。このビキニ水爆があった翌年1955年にですね、日本とアメリカの間では、アメリカが日本に対して200万ドルのお金、これを渡すことで、この今回の実験に関するアメリカの責任はもう不問とするという合意が交わされました。ただこの200万ドルのお金、大半はこのマグロ漁の経営者の方には渡ったんですが、被爆した船員ですね、船員の方々としては1円も受け取っていないことがほとんどです。でこの日米合意によって、船員の方々はアメリカに対してもその損害を請求することができなくなったので、そこの保証を日本にしてほしいと、そういうものが損失保証になります。金額としては船員さん1人当たり一応100万円という金額設定はしております。この裁判を起こした後にですね、まずこの裁判をどこの裁判所でやるのかという問題になりまして、相手方の方からはこれは高知の裁判所じゃなくて東京の裁判所でやるべきだという申し立てがありまして、一旦高知地裁はですね、その申し立てを認めて、この裁判2つとも東京でやりますよと、そういう決定になりました。ただこちらとしても東京でやるとなれば、まず交通費であったりそういう費用面もありますし、そもそも船員の方々高知にいますので、あとは証拠も大半は高知にあるので、当然裁判進める上では高知でやった方が絶対いいだろうということで、こちらも高松の高等裁判所に不服申し立てを行ったところ、最終的にはですね、この2つの裁判が分離されて、労災の訴訟は東京でやりますと、
で損失保証、このお金の請求は高知でやりますとそれぞれ最終的に決まりまして、現在東京と高知それぞれで2つの裁判が同時進行しているとそういう状況になっております。今年に入りまして1月さらに追加で5名の元船員の方と1名の遺族の方を追加で原告に加えて損失保障の裁判を追加で起こしました。またビキニ事件に関する事実関係であったり、特にビキニ事件が第五福竜丸のみに矮小化されているというそういった問題点も含めたこちらの主張を裁判所に提出しております。3月には国の方から具体的な反論が出てきましたので、今後こちらからこれに対して反論を行っていく予定です。東京の方でも同様に第五福竜丸以外の船員に対する国の対応のまずさであったり、ビキニ事件全体のひどさについて触れた書面を提出しております。今後の大きな動きとしましては、来月6月ですね、6月の17日に土佐清水市の公民館の方で元船員の方5名の尋問、これが予定されています。尋問すなわち高知から裁判官をもう土佐清水に連れてきてですね、その裁判官の目の前で元船員の方々にお話をしてもらうと、そういう手続きがもう6月に予定されております。本来この裁判の当事者の方から話を聞くというのは裁判の一番最後の段階であるのが通常なんですが、この船員の方々当然高齢で病気もお持ちということで、万が一本当にいつお話聞けなくなるかわからない状況ですので、今回はその話をもう緊急に聞いておかないといけないということで、証拠保全手続きとしてもう6月に尋問を行うと、そういうことが決定しました。なおこの尋問についてはですね、こちら弁護団としては公開、つまり傍聴人の方も入って一般に公開した状況でやるということを求めていますものの、裁判所としては今のところ若干消極的な姿勢です。これについて公開するかどうかについては5月24日、今月の24日の次の裁判に決まる予定です。最後にこの裁判の意義についてですけども、今回高知と東京2カ所に分かれて裁判することになりましたが、これについてはその支援であったり、このビキニ事件に対する知見や運動、これがより広げられるという点では私たちは積極的に考えております。より大きな運動とすることで、まずはこの勝訴裁判に勝って、被爆した船員さんたちへの法的な救済、これを実現することがまずは直近の目的です。しかしながら被爆したのは当然今原告になっている船員さんだけではなくって、高知の船だけでもありません。今回原告になっているのはごく一部の方ですので、最終的な目標としてはビキニ水爆実験で被爆した船員さんや遺族に対する補償についての法的な整備ですね、ここがしっかり行われて、全ての被爆者、ここが救済を受けるようになるようにしていくことが最終的な目標でございます。なので裁判はその最終目標に向かってのもう本当に第一歩というところですので、まずはこの裁判をいい結果で終わりますように、今後も支援のほどよろしくお願いしたいと思います。以上です。